大型企画まであと10日ですよ。はい、サムネで見てもらったら分かる通り、今回、人狼プロ野球スピリッツです。おお、楽しい企画。ルール説明します。はい、3イニングを2試合やります。はい、2対2で分かれてやるんですけど、はい、4人の中誰か1人が人狼なんですよ。うん、はい、で人狼っていうのは初めから2つ、必ずやってくださいっていうミッションが渡されて、これを市民にバレないように遂行しなきゃいけない。はい、なるほどね。まあ、例えば打席の中でいっぱいスイングしてください。素振りしてみてください、5回とか。あったね、あったね、それのやつね、俺のやつだね。そうそう、そういうのはバレないように市民にやってください。人狼の勝利条件は、ミッションを達成してなおかつバレなかったらもう人狼の勝ち。はい、はい、ね、市民チームは、人狼が出れば勝ちよね。はい、プロスピアも楽しむと思います。はいはいはい、人に勝ちます。オッケーオッケー。負けたチーム2人は、体感を1分間無条件でやっていただくのでね。はい、ここら辺お願いします。はい、我々日本一のスポーツ系 YouTuber を目指して頑張っていますので、年内50万人を目指しています。チャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それでは早速いきましょう。せーの、最高。やっぱ勝った方がいいからね。ホールドあった方がいいよ、マジで。うまいんだよ、プロスピだけは。せーの、ウルドパワーでお願いします。はい、あー、いい。じゃあ、この流れでそのまま人狼を聞いていくトワイム。はい、はじめさんに言われたら、じゃあ人狼出会いお願いします。いきまーす。いきべーす。いきべーす。あつしくん。はい、マジで。はい、あなたは人狼です。おおあ、ヨーナもろくねえやん、それウィンナーみたいイキです。はい、イキです。ユータ、まあ俺だよね。やばいよ、マジで。そうだ、俺だから。あなたはシミです。金曜天の上手くない？この前のすごかったね。ここでまた予想していきます。もう決まってる。だってあー、まあじゃああの人にしようかな。飽きたでしょうね、そんな感じ。あ、だから普通に来るパターンなんだ。あ、あれだね、もう全責任を負うんでしょ、この動画をね。プレッシャーかかってる。いや、でもわざとらしい、なんかその引きずったがあるね。あ、わざとらしい、ちょっとコンパス終わった。お前やん。お前だな。よぼ。近いや。よっしゃ。いや、すぐ前から行った。うわっ。うわっ。うわっ。痛そう。早いまで言われてねえ。痛そうだけど。痛そうだけど。人狼を出してます。人狼を助けます。顔で。バレる結構人狼の結構。人狼っぽいか。あ、だる。あ、だる。このチーム、人狼2人いるわ。あ、ドッキリ今日。全員の人のドッキリ。全員人のドッキリ。あれやるー。あきと。あなたは人狼です。一つ目、見逃し三振をしてください。はい。二つ目、ストレート4球連続投げてください。だからボールを結構投げないと4球連続投げられない。1打席中に連続で。2打席に連続で4球。4球。了解です。デデンデンデデンデデンデンデデン。あ、もうダメな顔してるから。ダメな顔してる。ねえ、なんで？めっちゃダメな顔してる今。えぐ。お前ダメな時ね、口の形が富士山みたいな。わかる。富士山の口だよ。じゃあ4人聞いたということでね、早速じゃあゲームやっていきますか。はい。はい、というわけでじ
ゃあここから人狼スタートですので、はい、手を光らせていきましょうね、市民の皆さん。はいよーい、よーい、スタート。絶対にこの中に人狼いるのは確定してる。まあ、ここまでの予想でいくと俺は考えると思う。人なんだ顔ね。ああ、確かに一番ファーストに行ってる。やばいね、これ最高。165キロ出していくから藤波さん。しかも2者連続三振ですって。マジでそれでやべえよ。これ結構難しい。あ、ないいや、藤波はめちゃくちゃコントロール悪いからね。そうなんだ。めっちゃプルプルしてる。はいはいはい、めっちゃプルプルしてる。おい、強心を使え。はい、オッケー。ゴールダー見逃しミッション。はい、空振り。いや、普通に入ってないんだ。なんでしっかり引っ張りきれたらいいよ。はい、引っ張り警戒ミッション、おめでとう。やべ。はい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 。え、見て見て、このプルプルはすいません、コントローラーがしょうがない。昨日飲みすぎたんでしょ、このシーン。もう手が震えちゃってる、飲むに。ガチでコントロール、やばい、藤波コントロール悪い。おい、一応メモメモメモ、おめでとうございます。これは難しい。メモメモメモ、バレンティンティンティティンティン、バレンティン。うわぁ、うわぁ、藤波がコントロール悪いっていうのをいいことに突き込んでやがる。あ、お前突き込み TV よ。よしよし、これまでや、これまでや。何してんの。出てこ、OK、 でかい。バレンティンさんでよかった。違う、俺のバレンティンのせいにすんの。何カスのせいだ。さあ、近本さん、これ最近14試合連続ヒットぐらいやってます。負け物にもほどがねえの。しかも骨折上がり。おでかーい。ねえねえ、なんかさ、ね、最近骨折したばっかなんだからやめてあげてください。近本選手、大変申し訳ございませんでした。そうだね。え、お前さ、何そんなんかに繋げてんの、初球に。ねえ、教えて、日本語で。お前のデッドボールからだから、絶対でデッドボールさ、最初の1番バッターで流れ変わります。デッドボールはしょうがないよ。ほら、もう当てる気だろ、お前。本当にそれがいいんだよ。千賀さんのせいじゃない。は？待って。伊藤さん、伊藤さん。やった。伊藤危ない。肩幅広。いや、ガースマジ頼む。え、万能。ノーマン。三時の勝ち込みです。先生、この試合壊します。今、ノーマンです。お前ベスピすご。はい、これ何？ああ、マジそう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 、ああ、持って人狼がいない。もういいと思ってるでしょ、お前。クイズでよ、マジで。マジでちゃんとやろう。線が変えよ、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 違う、投げれてんのにボールは本当に意味わかんないよ。失投ならいいけど。マジで大丈夫か。オッケー。千賀の調子悪いのがいけねえよ。使い方だからしょうがねえな。ガチでそう。デッドボールにガッツガツあるんちゃう、これ。3回ぐらい合ってるもんな。うん、一回俺置いといて他の人見た方がいい。落ちて いいよやばい。はい、ここ見れます。お前はね、見れる男な、本当に。はい、これ見れます。風9メートル吹いてんやん。おぉ、カットも落ちている。ちっちゃいこいつ、マジで何してん。うわ、わかんねえ。三振ミッションとかしようしかないと思う。抜けるオーマイガー。さあ、何してんねえ。俺ら監督いた、今さあ、ゲームにやべえ。あー、それはなんだ。
ジでわかんないんだけど、ガチでわかんないマジでわかんないよ。ベスピオン、うえー、はい、10メートル風、初めての風、はい、いった、お前さ、本当に声出すぎる、マジで10メートル風、風、風、これ余裕だよ、風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 回ってくんだ俺に。はい、やってマジで。はい、もうミッションバッテこいつは何、あ、近いか、もうあ、近いな。はい、藤波のバケモン体力もいます。工藤監督ボコボコに取るよ、お前そんな頼ったら初回ナイス。こうですね。打つのはまあ得意なんです。そっちチームで打つとめっちゃ目立つ。良い動画。頼む。バレンティンですから。いい、いいね。落ちろ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 。ナイス。コーバー。うまいやん。あ、やべ、止まってた。最終ですから一本ずつなんじゃない。ほらほらほら、いやちょっと一本ずつなんじゃない。いやちょっと一本ずつなんじゃない。バツでしかってないとか、お前まるで打っちゃダメ。俺基本バツしか、多分バツしか、うん、バツだ。考察テーム、ライ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 、はい、ここで人狼さんがミッションを達成していない場合、名乗り出ちゃってください。はい、え、やっ、あれ、え、え、ドキドキしてます。じゃあ見える、え、嘘でしょ、見えてないけど、それだけはないよ、マジで、すいませんでした。やっば、出たー、お前みたいなやつが生まれてくんなよどうした、やばい、ミスったマジで。え、何したの。ミッションが4球連続ストレート、見逃し三振です。見逃し三振やります。意味わかんないってそれに関しては。当たっちゃうんだな。え、違う、バットが振らないんだ、ツーストライクまで。だから追い込まれる前に空振りとかして当たっちゃって前に飛んじゃったんすよ。こいつ最後の最後とかで激シャバやんけ。え、多分、いや、人狼史上一番やりやすいミッションなんじゃない。確かに。じゃあ第1回戦はこれにて終了でございます、ね、はい、まあしょうがないよ、まあ、俺らも1回やってるもんね。これあったよね。まあそうあったけど、これによって2回目の人狼のプレッシャーがエグい。確かに2回目は絶対に成功する。もうやだあぶない、痛い痛い。チームグッパじゃあな、せーの、ブー。うわー、来たかー。まあまあまあ、やばい、これ負けたな。でけー。じゃあ俺小馬対秋地下でやっていきます。じゃあはじめさんに呼ばれたら行きましょう。じゃあ、それでいいっすか。はい、第2試合、よーい、スターティングオペレーションオブザゲーム。もうそれ好きね。あの史上初の2回人狼ミスやだけはやめて、マジで。マジでやめて、本当にやめて、絶対やめよう。今んとこ近いですよ、これはね。ファーストインプレッションね。確かに、あとはよーし、はじめ。ここの醜さってありゃしないけど。もしやります。はい、このスライダーを持っています。はい、このスライダー持ってます。それ見れないんだ、カメラ。このスライダー見れないんだ。え、どっちスライダー行く。俺なら見れるよ。これ誰のやつ、死んだの。これ見えます。サイトまで持ってます、多分。お前そのストレートさいけないんだ。人狼はね、そのストレートをピッチャーフライ上げる人狼ね。すごい、おめでとうございます。山田テスト絶対じゃないけど、この球は手が出ちゃいます。あいつは見えます。よく喋るね、人狼さん。え、しぼかれてね。あー、だよね、ストレート熱なの今。ナイス、佐々木さん、佐々木さんが佐々木さんいるね。
しばかれてね。あー一個早いね。それだ、それだ、ほら、それだ。あ、風ないよ、風ないよ、風ないよ。こいつのせいは強えわ。安心安全のタワタってことね。信頼と実践のタワタです。わー、それ飽きた時お前来た方がいいですよ。え、飽きた時お前何言ってる。違う違う、だってノチャンスあるから。あいつタワタよく聞くよ。そこはどう、俺らが喋ってるし、喋ってる気味しろよ。こいつベスピ多くね。いや、今ね、マジいいって聞いてる。いや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 、これはミッションやうまいねー。骨折しても打ちます。ゲンドです、こんにちは。キャッチングですか、これを。うまこいつ、若手でも出ないんだよね。え、これ、ね、はい、あるんだ、メンタこんなんずるいな。サメルー、野球ゲームじゃないです、連打ゲームです。ボール、ボールが落ちない。あ、いいね、ゲッツ、ゲッツ、ゲッツ、うまい。なに、山田哲人のあの、おさみよ。あ、いいね、いいね、ビタビタ。いいね、結構いいね。うわあれー、ライバッチ素晴らしい。あれです、その先が嫌だよ。俺こいつら絶対に打たれないから今から鼻からもぎたいと思う。何があっても打たれない。マスト、はいはい、取れるね、これはね。はい、いや、すまんすまん、ナイスピー、ナイスピー。ポカポカよっばし。え、何、何になりそう。はい、ボートミッション。ボートミッション、サードボタン、岡村君、ボールをつんだ、一塁。やばい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 、ゲッツ。はい、迷わずに抜ける、抜けるスノーマンが上げる。はい、ゲッツミッションおめでとう。まずい、まずい。なんか急に元気になったら言うと。ずっと元気だね。いいや、さっきのね、なんかすごい考えてた、他の人たち。あー、これ見たよね。あなたの風に狙いを決めて、実践画面は。おい、言われながら喋んな。スパンジンバーグがセカンドに多い。いいね、まずい。しれっと負ける、これ。しれ負けするよ、君ら。さあ、クリアが出ないとダメなんじゅん。チンゲチ、はい、チンゲチ、はい、チンゲチ、オッケー。完全に疑うかな。あ、これでいいの。はいはいはい、世界、余裕すぎる。はい、世界。なんでミートツイーかって言うから、お前俺の本気すぎ。いや待って、ちょっとやっぱり誰も何もやってない、今のところ。でも本人、人類大汗して、ちなみに今。一回止めるか。焦って、今ね。完全に違う。顔やばい。ねえ、やばい。急に見えた。違う、違う。急に見えた。急に見えた。たぶん、俺の強いって話。そう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 。本当に誰も何もやってない。だから俺がちょっと防弾落ち着いてたし。ユウトは、さっきの試合と全然違うんだよね。別にそんなことない。最初の時点で、あ、もうアキトだわって言った瞬間、すごい静かに焼きやってたの。さっきも最初はテンション高かったよ、マジ。いや、そんなことない。いや、後半は考察します、ちゃんと。結構プレイゲーだと思うんだよね、今回のミッションも。見逃してる可能性ある、全然。今回簡単なのしてくれてんじゃね、ワンちゃん。あるわかりづらいといけないね。1回目が俺ミスっちゃったから。ある、それはマジだ。やっていこうか。雰囲気だよしか分かんない。まあ、びっくりする。間違えた。どこにゲットしてくれたり。アンジェンバン。あのサードは絶対前出してください。待ってましょう。いや、今のミッションだよ。ミッションなわけねえだろ。これでいいんじゃないの？ね、あーもうおしまいだわ。これでいい？本当に。それでいい。ちょっと今ちょっといいですか？ちょっといいですか？はい。あー、ワインクミッションあるんだよな。ないって。一応ね。まあメモね。メモしといてしょ。まあだから。おいもだ。え、アキトピッチングの成長早。ビスピーそこで投げれる。なんか確率に1点を取る野球をしよう。うん、素晴らしい。で、俺はオッケー。はい、オッケー。オッケー。骨折しや。まあ3点は正直取らない。コバだもんね。オッケー、オッケー、オッケー。パパが怪しいな。さあ、尾崎さんいますね。あばい。スパンジーバーグ後ろ守りすぎやん、ちょっと。うわお。いや、セーフね。スポンジはファインプレーだぞ。お前がただ後ろに行っただけやろ。マジで負けるからまずい。うまいね、これビスケッツ。お前さっきのフォーダーなんなん。めっちゃ動くなってる。
いいね。そう、スライダーグ。うわー、素晴らしい。つながろう、つながろう、つながろう。お、この、あ、そう、一応裏も攻撃する。勝ち決定しよう。お、レスピーグ。つなげ、つなげ、つなげ。素晴らしい。マジ曲がるな。死んだぞ。こっちかー。これなんじゃないの。ロペニーロペニーセーブだ。あ、すごい。我々が8点取ったところで消えちゃってたんですけど、今つけたんで再開します。再開再開、1対0で再開。ねえ、ヒントは。あ、どうだった。何だっけ、何だっけ、何だっけ。わー、ナイスカット。めっちゃベスピ投げてくる。ベスピ2回連続投げるのすごいの。理想的なエンドラン。こいつ抑えらんない。まあまあまあ、ちょっとやんだっけ。まあまあこいつ抑えらんないよ、マジで。あー、抜けるか。村上さん。セーブ。あ、終了。終了。よし。考察タイム。ないまあないと思うけどね。ここで人狼がミッション達成できてない場合。さすがに。え、名乗り出てください。危ねえ。動画が守られた。ありがとう。ナイス。ありがとう。しかもわからんくない。いや、マジわかんない。これから任務班の考察タイムいきます。はい、よーい、スタート。いや、怪しいのはいないのよ、あんまり。俺は怖くない。何が怪しいの。ボール1だっけ。ボール1、ミート1持って言ってたよ。あともう一個なんだっけ。応援歌か、もう一回やった。応援歌はないって。応援歌に関してはね、ユウトも歌ってたよ、最初に。あー、まあ確かに。山田哲人って言ってたから。あー、なるほどね。まあ、まあ確かに。それをコバに言うってことは言うとはないと思うんでね。わざわざ自分のミッションを。あー、そういうことね。そう、逆にの力の悪いよ。いや、別に。いや、まあそのミッションかもわかんない。まあ自分に言われたとしたら言い訳したしたくなっちゃうわ。2回目はないと思う。近いが怪しいと思うんだよな。俺何してた、何してたとかじゃないけど。あ、雰囲気。発言。あ、それはそう。発言、雰囲気。でもミッションわかんないとな。辻褄をしたいな、ミッションはね。強いて言うなら秋田三振とゲッツーなんてくれ。難易度下げて秋田に貸した可能性がある。で、まあ三振はね、あるなっていうのは。しかも最後のバッターなんで。ああ、もうそれやるしかない。それやるしかないんで。ギリギリ達成した感じね。こっちでって言って。まあ2ストライクで山張んなくていいでしょっていうね。ああ、なるほどね。別にミートでいいし。うわ、2回連続。うん、まあ、連続であるなっていう。そこまで考えてないわ。じゃあ2ストライクで山張るとか。まあ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 って感じですよね。マジで全員怪しい。やばいやばい。まあ、マジでコバは別に今いつも通りじゃん。俺はちょっと、まあまあ、分かんないってことはコバの可能性もある。逆にね、逆に分かんねえから僕は。ああ、なるほど、ね、の可能性もある。ミッション頑張ってたらうまくいっちゃったことあるから、ね、ガチでないって。俺は紛れやすい、うん、うわ、俺が言わないとダメだこれ。やばい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 。いやー、もう怪しいよ。もうミッション分かんない。分かんない。今回ミッション絶対むずいわ。考察タイム終わったということで、はい、だと思う人を一人指さしてください。はい、ちょっと待って、やばいやばい、かっこいい、一番分かんない。じゃあそれでは人狼だと思う人を指さしてください。はい、せーの。わあ、バッチバレけた、めっちゃバレけた。アキトが2票、アキトが2票だね。チカヤ1、コバ1、俺0でございます。アキトが中途。もう分からなすぎてね。うわ、チカヤだな。それでは、それではじゃあ人狼だと思う人名乗り出てください。ミッション何？ミッション何？ミッション1個目が応援歌だった。ええー。あとね、なんか言ったよ。それあやけに歌ったの。山田哲人。山田も歌って。応援歌歌うと2点ぐらい、もしくは送ります。むずいなー。まあ分からないね、これは。決まった。うわー。でもやっぱテンション違うね、やっぱ1試合目と。まあそれめっちゃ焦ってる。だよね。だよね。そうだよね。全然違う。その時多分一番楽しい。うわ、そこ。
見極められたらよかったのか。いや、ついてるところがめっちゃよかったね。そうね、うん、はい、というわけで、どうでした。あー、くそー、うまいわ、無理かー。さー、ゲームセットね。まあ、やっぱり復活祭もね、あのやっぱ復活祭なだけあっておもろいね。あ、これ復活祭が押せずだ。そうだ、そうだ、復活祭やらかした。あ、復活祭やらかしたね。復活祭やらかした。もう人狼これから人狼響くぜ。響く、復活祭の一発目。一発目。もう俺人狼やめよう。壊しちゃう、壊しちゃう。俺のせいに。少ない方なのに、お前人狼だって。他にもね、人狼動画やってアクトがね、やらかしてる他にもあるんで、ね、はい、ぜひ見てくださいということで。第2弾復活祭、第2位になったね、はい、8月の27日に上がるんで、はい、その動画もチェックしてください、はい、お願いします。この動画が復活祭おもろいなと思った方はチャンネル登録、チャンネル登録、SNS フォロー、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。イエーイ。動画見てくれてありがとう。復活祭第2位の動画も絶対見てね。明日からついにスポーツコラボウィーク。初日のコラボ相手はあのバレーボーラーたち。絶対見てね。